今回は掃除屋です。一番左のやつ。難易度自体はそこまで高くないですが、数がやたら多いので注意。5体 ×3 部隊で合計15人ですね。動画時間がやたら長くなってしまったのでとりあえず倍速。対処法とかですが、相手そこまで強くない上に2部隊使えるのでなんとなくでやっててもまあまあいけると思います。ちなみに1部隊目と2部隊目は相手が同じですが、3部隊目は一応名前持ちの掃除屋が出てきます。ただコアページはどっちも青でそこまで強くないです。一応先行的なものは、敵の掃除屋が全員333。1973という4幕の間しぶとさを得るバトルページを使ってきます。しぶとさが付与されている間は殺されても HP30 の状態で復活するので、1幕目に333。1973を使ってない掃除屋を優先して殴って倒すのがいいと思います。あと一応初の連続攻撃ページが出てきます。敵の運がいいと最大貫通3を6回使ってくるので割と痛いですが、そもそもそこまで3を出されることもないし、ここまで来ると合計18ダメージもそこまで痛くないので、ちょっと微妙かなと思います。しかもこのページは専用ページとなっており、敵を倒して使う鬼物は青コアページでしか使えないので、名前の通りゴミのようなページとなっております。あんまり使いどころが思い浮かばないけど、なんかあるんだろうか。今のところ味方が使える他の専用ページは二陣なしの境界だけだが、そっちも確率次第とはいえまあまあ強い。でもこれは正直ちょっと。青コアでしか使えないのが致命的すぎる。青だと速度ダイス2個になるパッシブも違いないので、めちゃくちゃきついです。その割に要求経験値はやたら多い。一応掃除屋にも使えるページはあって、燃料抽出という、前回の人形のギリギリの特性とダイスの順番を変えたようなページが出てきます。光に回復の効果があって、弾力の貫通攻撃ができるので、割と使えると思います。他にはウラロジの夜という劇中時 HP 回復できるページがありますが、これはなんと使用した幕の間全ダイスの威力2というとんでもないデメリット付きなので、かなり使いづらいです。素の威力がそれなりに高いので使えないことはないですが、それでもかなり力不足かなと思います。何より同じ幕に使ったもう1枚のバトルページの威力もマイナスされるのが辛い。速度持ちだとめちゃつら。ちなみにウラロジの夜を同時に2枚使うと今回の幕の間全てのダイスの威力マイナス4というとんでもないことになります。これを防止するために敵の掃除屋はダイスが1つなのでしょうか。単純に弱いからなのかもしれませんが。まあ謎ですね。とか言ってたらかなり削れてました。あとこの掃除屋、一応コアページを燃やしてレベル上げていう用途もなくはないと思いますが、それだと人形の方が色々な点で上回ってると思うので。なんかもう辛いですね掃除屋。一応しぶとさや味方死亡時 HP 回復などで粘られるので面倒ですが、それで特別ピンチになるほど敵の攻撃が強いというわけでもないので、ひたすらに面倒な戦闘だと思います。というわけでさらに倍速。ちなみにバトルページの構成ですが、前回の人形からほぼ変えてません。強さとしては掃除屋の方が弱いかもなので、先に燃料抽出を取ってから学校終わったバイバイ。